太宰府常防復元図藤原系常防、復元図平城系常防、復元図平安系常防、復元図常防制とは、中国、朝鮮半島、日本の宮城都市に見られる都市計画で、南北中央に須坂王子を廃し、南北の王子と東西の王子を五番路目状に組み合わせた左右対称で方形の都市プランである。儒教の経典、において王城は、 一辺九里の正方形で、側面にはそれぞれ三つずつの門を開く。木内には南北と東西に九条ずつの街路を交差させ、幅は車の輪立ちの9倍とする。中央に天守の宮、その東に祖先の霊を祭り、西に土地の神を祭る。前方、南には朝廷、後方、北には市場を置く。とある。この思想を背景として中国に、 情報性の王城が発祥した。東西南北を直線的に街路で結ぶのが最も機能的だという中国の考え方は、その後、朝鮮半島や日本などへ、主来思想とともに情報性として伝わり、これらの地域でも情報性の王城が営まれるようになったと考えられている。中国では、風水説と並び人建設の基本であったが、 そうの時代に入ると情報性に基づいたとはあまり作られなくなった。朝鮮半島では7世紀後半頃、白城系において採用されたと言われる。日本における情報性の都市には、とであった藤原系平城系長岡京平安系お及び広い地方を統括した大宰府多賀城等がある。ただし、移民族の信仰の恐れのある大陸においては、 各城であるが、島国である日本では、城壁は作られず、平城系、平安系では、都の入り口を示す須鹿王子の門が、ラ城門と呼ばれるにとどまった。城防制の名残として、都市を五番目城の道路で区画して建設するという文化は、明治時代以降に開発された北海道などにも伝統として受け継がれ、現在では京都市をはじめ、 札幌市や旭川市など北海道の大部分の都市で城町のように住所名に生かされている。ありがとうございます。